イルカとアシカとエノスイートリーダーが共演するショー絆をお送りします。エノスイルはトレーナーと言わずにトリーダーと呼びます。訓練するのではなく家族や友人のように彼らと遊び世話をし励まし励まされています。一番知りたいのはどうしたらもっと絆が深まるか、一番嬉しいのは今気持ちがつながったと思える一瞬、その一瞬の嬉しさを味わっていただきたくてこのショーをお届けします。トリーターの気持ちでイルカに目を凝らし、アシカの気分で人を観察、これまでと違う世界がきっと見えてきます。新しいドキドキとともにゆっくりお楽しみください。南アメリカオットセイっていう種類の女の子のアシカです。ねえルシア。じゃあ皆さんにルシアも一緒にご挨拶しようか。ルシアは前足を振ってねご挨拶できるんですけど、どうしても首も一緒に振っちゃうんで皆さん見ててください。じゃあ皆さんに、はい、こんにちは。どうしてもね首も振っちゃうんです。で、一生懸命なんだよね。よかったよ。で、僕とルシアねずっとコンビを組んでいます。よくルシアの体をね撫でてあげたりすることが多いんですけど、こうやってね体撫でてるとリラックスしてくれるんです。で、僕がねルシアの中で好きな動きがあって、それはルシア、はい、じゃあ地面にピターってなって、よくこうやってね休んでるんですけど、ルシアこっからよく、はい、ルシアそのままこっちおいでー、こうやってね歩いてたりしますね。これ僕大好きなんです。ありがとうルシア。で、今日は僕ね、ルシアだけじゃなくて他のメンバーとも一緒にみんなでね、ダンスをしようすごく顔が近いよ、ルシア顔が近い近い近い。今日はね、そのメンバーを大きな声で呼んでみます。じゃあ一緒に呼ぶよ、ライラ・アポロー。はーい、おいでおいで。はい、行くよ。行くぞ。待ってるよ。はい、行くと、もうちょっと、よいしょ。お待たせしました、アポロでーす。到着、ライラでーす。よく食べに来たよ。サートともね、みんな同じ種類なんですけど、アポロがね、一番ちっちゃいです。で、アポロは今ね、いろんなことを練習していて、ああやってね、伏せるのもね、最近できるようになりました。で、ただ伏せるだけじゃなくて、最近はそこからお腹を上にするっていうのもね、できるようになった。ちょっとそれを見てもらおうと思います。じゃあアポロ、いくよ。僕の相手見ててね、アポロ。アポロ、お尻の見る限りいいかね。アポロ、アポロ、いいよ、遊ばないで、ルシアと。すごい挨拶してる。そう、先輩がね、気になっちゃうからね。落ち着いた。いくよ、お腹上。お、何してるのかな。ちゃ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 。すごい綺麗に後ろ上がってるね。ただ僕、挨拶してないです。それもできるようになったの。最近ね、これをね、よくやるんです。アポロ、大丈夫。ちょっとね、体まで書いてるよ。体ね、僕がね、合図出してないことをどん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 やってくれてます。それが見せたかったの。ちょっと待って、見た？あの、ライラの紹介もしていい？あ、じゃあそっちだけお願いします。長いな、この紹介。あの、皆さん、僕と一緒に来たライラは最近練習してできるようになったことがあります。それはこれです。はい、手押し車です。こんな感じで、体重がね、30キロあるんですけど、しっかりとね、前足の力でこうやって支えたりすることもできるんです。よかったな。すごい今ライラ楽しそうだったよね。すごい楽しそうだったでしょ。あ、今アポロやってます。やっとできました。ちょっとね、地味にやってました。ものすごい地味なんそれ。ありがとう。よし、じゃあダンスはね、みんな同じ動きで息を合わせてみるので、息が合っているか皆さん見ていてください。じゃあ2頭とも一緒にダンスできるかな。OK です。アポロ、今度こそ集中ね、集中。ライラもいいよ、もうやんなくて、やんなくていいよ。ライラ、アポロ、ごめん、ライラごめんよ。ライラ OK、 ライラ OK。 よし、じゃあアポロだけやってみます。 OK、 じゃあみんなで揃えてやってみよう。はい、アポロ行くよ。頼むよ。行きます。まずはみんなでお辞儀から。はい、お辞儀。違うよ、アポロ。さっきからそれ。じゃあ回ってみよう。はい、回る。回る。そう。人だけ。次は一緒に回るよ。アポロ、止ま
くれる。これが結構難しいけど頼むよ。待っててね。待ってよ待ってよ。さあ呼ぶまでみんな待っててね。頼むよ。回して。じゃあ呼ぶよ。はい、よし。じゃあ最後はみんなで立ち上がってポーズを決めよう。いくよ。最後は決まったね。何やってもみんなアポロしか見てなかった。アポロしか見てなかったね。今日はね、逆立ちが良かったみたいです。ちょっとね、もうちょっと練習しようね、アポロね。これでアポロ帰ります。ありがとうございました。はい、帰ろう。おいでおいで。ライダーも通行、帰るぞ。ありがとうございました。バイバイ。またね、バイバイ。さあ、今度はイルカたちがやってきます。まず最初に来てくれるのがルイとミレニーです。牛は2頭がね、来てくれるよ。2頭ともおいで。さあ、姿が見えてきました。ルイとミレに胸びれ振ってくれています。パートナーが一緒にやってきたおうち。さあ、そしてこの後顔を出してくれたのが花子と港松崎。そしてルシア、最後はミュウがね、ジャンプを見せてくれるよ。さあ、ミュウのジャンプ。パートナーが森田。はい、ここからは僕たちとイルカたちの出番です。ミュウ、高いジャンプだった。おかえり、かっこよかった。ありがとう。よし、じゃあみんな揃ったから僕たちね、これで帰っちゃいます。あー、ルシア紹介ありがとうね。またね。ありがとうございました。はい、よし、じゃあ他のメンバーもみんなこっちおいで。はい、じゃあそっち行こう。はい、どっかおいで。みんなもよくですけど、向かいます。オッケー。もうね、皆さんに早くいる方で近くで見てほしいんで、どん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 こっちに来て。はい、ルイエリー到着。いや、息合わなかった。もう一回行こう。ミュウだけ行こう。ミュウだけ行こう。ミュウ行くよ。はい、ミュウ。みんな待ちます。せーの、はい、よーし。ありがとう。これがね、やりたかったね。そう、本当はこうやって揃って飛んでほしかった。ありがとう、ミュウ。また一回ミュウ行くよ。じゃあこの後はスミさんと一緒に遊んでてね。バイバイ。ありがとう。さあ、皆さん、イルカたちのこと近くで見てどうですか？どういう印象があります？体大きいなとか、ツルツルしてそうだなとか、目がすごい可愛いなとか、いろいろありますよね。ぜひ今日はイルカたちの顔と名前、それぞれ特徴を見つけて覚えてみてください。これね、左からミレリ、ルイ、ミュウですね。違いをぜひ探してみてくださいね。こっちのミュウとルイとミレに見分ける方法があります。それは体の色です。ミュウはお腹の色、グレー、灰色してます。ただこっち側の2頭を見てください。綺麗なピンク色してるの分かりますね。綺麗なピンク色してます。親子なのですごくよく似てる。そしてこうやって体を触ってもらったり、尾びれ引っ張ったりしてもらうのがすごく好きなんですよ。リラックスしてる。さあ、ビーナもこっちに来てくれそうかな。一回来てくれたんですけど、いなくなっちゃいました。ビーナはね、種類が違います。ハナゴンドウっていう種類のクジラの仲間です。なので顔の形とかね、体つき全然違います。さあ、今ステージにミュウが移動していますが、この後ちょっとね、ミュウとカトーカのペアで練習中の風景をちょっと見せてもらおうかなと思います。カトーカ君、はい、今日はちょっとどんな練習するか皆さんに説明してみてくれる？今日はですね、この僕が持ってるこれベルなんですけど、このベルを使ったトレーニングです。音聞こえます？この音がイルカたちに戻ってきてねっていう合図になってるんです。ちょっと試しにね、使ってみます。じゃあミュウ、まずはジャンプして。さあ、今からね、ミュウがジャンプをします。で、この後でこれを鳴らしたらミュウは鳴らすよ。はい、降りてきて、僕の元にジャンプをやめて帰ってきてくれます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい分かりやすいですよね。これが鳴ったら鳴ったところに帰ってきてねっていう意味なんです。で、ここからが練習です。ミュウ、このベルを後ろのプールで鳴らすと全然ね、聞いてくれなくて、今のジャンプずっと飛び続けちゃうんです。なので、この後僕後ろのプールに行って皆さんの前でミュウ飛ばしますんで、
僕が鳴らしたと言ったらベルを鳴らしたということになります。でちゃんとねミュウがジャンプをやめて後ろのプールに戻ってくるかどうかという練習です。 OK やってみようか。はい、でここで皆さんに一つお願いがあって、あの僕後ろで鳴らすのでなんとなく想像しててください。あ、鳴らしたんだなあいつって。じゃないと何が何だかわからないで終わります。じゃあミュウ行ってみるよ。はい、まずは後ろの部屋に移動します。でそこからジャンプの合図、今と同じ全く同じ合図を出して後ろの部屋でこのベル鳴らします。じゃあ森田さん、OK、まずはジャンプの合図を出します。 OK やってみようか。ミュウ、ジャンプ向かいました。さあ向かって飛んでジャンプ、いいジャンプだ。さあ次飛んだら鳴らします。せーの、鳴らした鳴らした。どうだ、やめて戻った、戻ってきました。いやちょっと待って、加藤君、はい、のショー1回で全然できなかったのにこの時間すぐできたね。いやあのこれ1ヶ月以上やって全然ダメだったんですけど今日できました。OK ありがとうございます。こんなにあっさりできると思ってなかったね、加藤君。いやちょっとね、今ちょっと鳥肌が立ってます。よかったよ。OK、ありがとうございます。皆さんもありがとうございました。あのなかなか分かりやすかったですね。さあ、それでは今度はこの合図を出すタイミングをトリーナーでいる形で息を合わせて音楽に種目を合わせていきます。まずは順番を発表します。一番最初は花ゴンドウビーナと松崎のペアです。はい、この場でくるくる回ります。OK、 2番目は練習頑張ってくれたミュウと加藤か。ミュウはではね、尾びれで水面をバチャバチャバチャって叩きたいと思います。さあ3番目はガラス目右側のミレリーと大内。はい、ミレリーは口たくて水しぶきを上げます。さあ最後はミレリーのお母さんです、ルイと秋山。はい、ルイはダイナミックなジャンプを決めてもらいます。 OK、 では皆さんは音に合っているかどうかよく見ていてください。さあまずはステージ左側のビーナ、タイミングはここ、いいタイミングで回り始めました。今のタイミングバッチリ。続いてその隣、ここ遅い、やってなかった。さあ3番、あ、ちょっと、さあ最後はルイのここかな、ジャンプ、ジャンプかっこよかった。ただ秋山さん、正直に言いましょうか、ね、遅れちゃったね、ちょっと遅かったですね。やっぱりね、ジャンプって助走を計算して出さないといけないのでなかなか難しいんですが、ナイスチャレンジでした。さあそれではここからは僕たちといる形の連続コンビネーションを皆さんにお届けします。どのペアが一番息が合っているかよく見ていてください。一緒にイルカに向かって合図を出してみましょう。まずは手を叩いて、この後に両手で指を前に出します。これでイルカたちが返事をして答えてくれます。僕の真似をしていきます。せーの、前、そう、もう一回いきますよ。いきます、せーの、前、そう、今度は2回です。指も2回前に出します。これでイルカたちが返事をして答えてくれます。そうです、立ってる方も一緒にお願いします。ありがとうございます。いいですよ。じゃあ本番、まずは1回だけいきますよ。イルカに向かって、聞こえました、もう1回いきましょう。いいですね、気持ちが届いてます。そうです、今日の皆さん元気がいいですよ。今度は2回です、指も2回、そう、これもいいですね、気持ちが届いてますよ。じゃあちょっと速くなります。速く、最後は5回連続で合図出しますよ。いきます、
かルイと秋山、マイペースなハラゾンとビーナと松崎、僕は森田、そして高いジャンプを